こう列200人超えて並んじゃったんですけど、裏武蔵屋さんも全部おごってくれるし、すごいよもう。うん、すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、先日およそ2ヶ月ぶりにおごる TV を開催させていただきました。めちゃくちゃ暑い日だったんですけどね、ほんとこの暑い中来てくださった方々本当にありがとうございました。そんなわけで今回のおごる TV、 どこのお店で開催したかといえばこちらです。ドン！ JR 西千葉駅から徒歩1分のところにあります裏武蔵屋西千葉本店さんにお邪魔してます。こちら裏武蔵屋さんはすする TV でも3度目の訪問となりまして、極上の黄金チーユと返し、さらに大量のガラを使ったパンチのあるスープがめっちゃうまくて、去年すすった家系ラーメンの中では個人的にはもうナンバーワンと言いたいお店でした。そんな私すするも大好きな裏武蔵屋さんで100名の方にねラーメンをおごらせていただきまして、その後私すするもねラーメンをいただいたということで、イベントの内容も振り返りながら裏武蔵屋さんのラーメン早速すするに行っちゃいましょう。レッツゴー。ということで真夏の開催となった今回のおごる TV ですが、開店前からすでに200人以上の方に並んでいただいておりました。暑い中本当にありがとうございます。するからは通常通り100名の方にラーメンをおごらせていただき、さらに裏武蔵屋店主の斉藤さんからも追加で120名くらいの方まで無料でラーメンを提供してくださるという太っ腹っぷりで、合計200杯以上を皆さんにおごるという過去最大級のラーメン無料イベントが爆誕となりました。これは忘れじゃない。結構列200人超えて並んじゃったんですけど、裏武蔵屋さんも全部おごってくれるし、すごいよもう。俺よりおごる TV してるからマジで。本日は、ね、朝から、まあ、たくさんの方にお並びいただきまして、こちらの裏武蔵屋の店主の自己紹介お願いします。どうも斉藤です。いや本当にびっくりです。もう僕来たらもう200人超え余裕で並んでて、いや本当ありがとうございます。いや本当しかも今回は僕がその1番から100番までおごる TV やらせていただいて、その後は裏武蔵屋さん側もおごってくれるっていう、もうかなり太っ腹な会。いやいやもうありがとうございます。こちらこそ本当に僕もあの終わったらずっとすすらせていただければと思います。はい、よろしくお願いします。楽しみにします。はい、今日は楽しみ。並びの先頭の方は前日の23時から並んでいたという強者っぷりで、裏武蔵屋さんのファンの強さに改めてびっくり。札幌からいらっしゃったという視聴者さんもいて、めちゃくちゃ嬉しいなぁなどと思いながら整理券をお渡ししていき、皆さんと交流しつつ、すする枠が終わって余裕ができたタイミングで当日のラーメンをすすらせていただくことに。裏武蔵屋さんでは今年から新たなチャレンジとして燻製のチャーシューを使った燻製裏武蔵を水曜限定で提供しているとのことで、すするも燻製裏武蔵をお好みは全て普通で、そしてご飯ものの卵かけご飯もお願いしました。視聴者さんたちがすすっている様子を見ながら食欲を刺激されつつ、炎天下の中で来てくださった皆さんと話していると、体から塩分が抜けていき、必然的に塩分を欲する体に。最高のコンディションになり、ようやく一段落といったところで席について待ってた。こちらが裏武蔵屋西千葉本店さんの燻製チャーシュー麺と卵かけご飯です。うはー。裏武蔵屋さんといえばの黄金色をしたチーユが輝いており、スープの見た目からしてただものではない感が溢れ出ているガチンコなビジュアル。初めてすする燻製チャーシューバージョンの裏武蔵はどんなラーメンになっているのか非常に楽しみだぞってことで、早速いただきます。まずはスープを一口飲んでみると、黄金チーユがたっぷりと表面に張ったスープはプレミアムでリッチなチーユの風味が広がるエグゼクティブでラグジュアリーな味わい。この量のチーユが使われているのはやはり裏武蔵屋さんのアイデンティティを強く感じるもので、疲れた体に染み渡るスープを堪能し、暑さで朦朧としていた意識もガンガン回復していくマキシムチーユがたまりません。そんなスープから麺を持ち上げ、よっしゃそうそうのほーい。なんかリッチなんですよ。家系ラーメンといえばの境製麺製の麺はむっちりと張りのある食感で、ジャスタウェイな茹で加減が最高。リッチなこってり濃厚裏武蔵スープもしっかり持ち上げてくれて、短め太めな平打ち麺と家系スープの相性はド安定。さすがの一言です。みずみずしいほうれん草もチーユたっぷりなスープの中でナイスな仕事をしてくれており、満を持して迎えるのが燻製のチャーシュー。大きめでいい色をしたもも肉はかなり手間をかけた工程を踏み、特注釜で焼くことによってようやく完成する、これまたスペシャルな一品。おもむろに食らってみると、うん、うますぎ。燻
燻製の香りをまといつつ、噛めばしっとりジューシーで弾力もある超ハイレベルな燻製チャーシュー。とにかくしっとり感が段違いで、様々な肉料理での肉の扱いなども参考にされているというのも強く頷ける、浦武蔵屋さんの新たな名物になりそうな魅力を感じさせる必食レベルのトッピングとなっております。 TKG は燻製の刻みチャーシューがゴロゴロと入っており、肉だけで米を食えるレベルですが、スープをかけてみたり少し醤油を垂らして食らうことによってラーメンと最高の相性を誇る丼物が完成。卓上に刻みチャーシューが置いてあり、食べ放題というのもポイント&ホスピタリティ高めで、ちなみに朝早めに来店したお客さんにはこのチャーシューに加えオリジナルの辛味を合わせたからかっぱも提供されるという太っ腹っぷり、本当に頭が上がりません。そんなこんなで気づけば一気にすすり終え、敬意を込めて鶏油たっぷりスープを勧誘して完食です。大変美味しくすすれました。毎回新たなことにチャレンジしようという店主さんの意欲にすするも大いに刺激をもらえる、これからも応援したいお店の一杯でした。それではごそれごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。うまかったです。はい、ごちそうさまでした。いやー、浦武蔵屋西千葉本店さん行ってきたんですけれども、ラーメンをすすった後にまたね、その後来てくださってこう視聴者の方とかいろいろ話したりしてて感想が取れなかったんで、さらに、ね、半日ぐらいもずっと外にいたんで、結構なんかね、熱中症でもないですけど結構疲れちゃって、家に帰って改めてカメラ回させてもらったんですけど、今回もほんと朝早くから並んでくださった方々ありがとうございました。一番早い人はでも前日の11時半ぐらい、夜です、夜の11時半から並んでて、まあ、それで結局ね、始発がまあ5時ぐらいだとして、その始発の時点でもう3、40人ぐらい並んでたらしく、いや本当に暑い中ね、たくさんの方に並んでいただき嬉しかったです。本当ありがとうございました。もちろんね、すする TV の視聴者も来てくださってたんですけど、やっぱりね、浦武蔵屋さんのファンの方々の強さっていうのがね、なんか改めてこう分かったというか、まあ、ひいてはもうやっぱ家系ラーメンってすごいなと思いましたね。うん、みんなやっぱもう長時間並んでそっからすする家系ラーメンなんで、もうほんと僕もそうでしたけど、めちゃくちゃ美味しく感じましたね。やっぱ一口目のこれガツンとくる感じ、我慢して我慢してのガツンなんで、あれ以上のものはなかなかないんじゃないかって思うぐらい、いやめちゃくちゃ美味しかったですね。イベント自体はね、整理券を配布して、この指定の時間に戻ってきてくださいっていうスタイルで行ったんで、中には、杉田屋の千葉の駅前店行ってきましたとか、杉田屋の友好店行ってきましたとか、そういうなんか強者の方もいらっしゃって、いや、家系食うまでの待ち時間に家系ラーメン食べるってすごくねと思ったんですけど、まあやっぱ千葉はね、結構ラーメン好きの猛者が数多く存在する県なので、結構ね、ラーメンに詳しい方もいらっしゃって、いろいろラーメンの話できたのもすごい楽しかったし、そしてイベント終わりに、浦武蔵屋さんの燻製チャーシューの燻製浦武さんをすすることが、もう TKG とセットでめちゃくちゃ美味しくすすることができて、いやー、ほんと楽しかったですね。8月はね、正直ちょっと今回やってみて結構暑かったので、まあ、屋内とかで開催できるようなところがあったらいいんですけど、正直僕とよりはもう並んでくださるね、お客さんたちが大変なんで、マジで、まあ、もしかしたら8月はちょっとなしにして、もうちょい暑さが落ち着いてからとか、そういう感じになるかもしれないですが、まあ、定期的にね、このオール TV 続けていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんまた遊びに来ていただけると嬉しく思います。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、浦武蔵屋西芝本店さん、あのチャーシュー燻製になるわ、癖になると燻製をかけてみました。ごちそうさまでした。